両手ハンドル式刈払機メディアを再生する刈払機。神奈川県にて刈払機とは草や小景気を刈り払うための機械のこと。草刈機、または物ュとも呼ばれることがあるが、この場合は草刈りに力点を置いているので刈払機とは全く同義ではない。草刈り専用機では三輪の下草刈りを行うほどの能力がない。構造は原動機、シャフト、 回転の小りからなり、操作者は、シャフトに固定されたハンドルを操作して、仮払いを行う。引用写真の右手部分の黒いレバーが、スロットルになっており、これを調節することで、エンジンの回転数を調節する。エンジン式では、ドライブシャフトとの間に、延伸式のクラッチがあり、始動、アイドル時などの歯の無用な回転を防ぎ、草噛みなどによる歯の停止にも備えている。 誰でも使用できるが、操作にあたっては、刈払機取扱作業者の資格を有することが望ましい。なお、林業や造園業など日本で業務として、刈払機を用いる場合には、安全衛生教育を受講していない場合、労働安全衛生法違反となる。家庭の小作業には、電動機、水田のあぜや、道路脇などの草刈りには、 小型エンジンを動力とした仮払機が用いられる。エンジン式の場合、重量を軽減し、指導性を確保するため、長らくにストロークエンジンが用いられてきたが、近年では、環境保護の観点から、発生する排気ガス中の有害物質が、より少ない4ストロークエンジンのものも増加している。また、静音性から、ニカド蓄電池や、リチウムイオン二次電池を電源とした。 電動草刈り機も発売されているが、刈り払い能力と連続作業時間は制限される。また、エンジン式には、リチウムイオン電池を用いた、セルフスターターを搭載するものも存在する。刈り払い機の外見的構造から見た区分、背負い式以外では、着脱式のハンドルを交換することで、作業姿勢や操作感を変えることができる。ナイロン紐製の芝刈り用から、 一センチメートルを超える、寒木用の超高度合金を埋め込んだ回転場まで、用途や対象別に多岐にわたる。主な種類としては、以下の回転場がある。刈払機で草刈りをする、男性回転陣が非常に高速で回転するため、刈払い作業には最新の注意を要する。農業機械による負傷事故のうち、刈払機による作業中の事故が比較的多く発生している。 また、刈払い機を使う農家の9割が事故につながりかねないひヤやりハットを体験しているという調査結果が報告されている。安全のためには、左へ振るときに草を刈り、右へ戻すときには刈らないようにする必要がある。これは、高速回転している葉の右側が硬い草や木の茎に接触し、回転力により人が押し戻されて、作業者に接触する事故を避けるためである。 実際の使用の際は、肩紐で本体を吊った状態で作業を行うのが、鉄則である。前述のキックバック事故を抑制するには、肩から吊っただけでは不足で、最低でも、肩と腰の2本のベルトで体に固定する必要がある。また、歯に跳ね上げられた砂利リガメに当たると失明する危険もあり、前述の保護カバーを正しく装着した上で、飛来物用のゴーグルや、 フェースシールドを使用しなければならない。さらに排気ガスの吸引を防止するため、マスクを使用する。さらに、長時間作業の場合は特に、防振手袋、耳栓も使用すべきである。ありがとうございます。